はい、どうもおめでございます。アンジェリークルミナライズ実況を追加やっていきます。森の湖でイベントが起こってるんだよね。今日大陸殺の日なんですけど、森の湖行きましょう。サイラスでしょう、おそらく。サイラスイベント4 水の音を聞くと落ち着きやする。今度は誰かと来ようかな。あれ、サイラスだ。どうしたんだろう。サイラス、何してるんですか。こいつに一丁前に何個もイベント用意されてんの、なんか勘に触るな。バックドアの確認をしています。何バックドアって。あなたは迷子ですか。大陸視察なら王立研究院へ行くと良いですよ。ありがとうございます。ところでバックドアって裏口のことですか。いえ、この場合は正規の手続きを踏まずに内部に入れる侵入口を指します。なんか物騒やな。かつてこの飛空都市に何者かが意図的に複数のバックドアを作ったようで、しっかりと閉じたはずなのですが、今回次元回廊を通した際に変わってしまったようです。やはり次元回廊を通すとちょこちょこ不具合が起きますね。バックドアを放っておいたらダメなんですか。危険ですね。下手をするとバックドアから次元の狭間に落ちてしまうかもしれません。次元の狭間。宇宙の狭間、永遠の虚無です。一度落ちたらほとんど助かりません。ファイナルファンタジー5のラストダンジョンだよね。そんなところが、私も何かお手伝いします。助かります。ではすみませんが、おにぎりを2つ持ってきてください。そういうとこなんよな。おにぎり、それでバックドアの位置が特定できるんですか。できるわけないだろうが。いや、私が食べます。少しお腹が空きましたので。そういうところなんだよ、サイラス君。わかりました、持ってきます。あ、女王候補様、できれば梅と鮭でお願いします。わかりました、仕方ない、持ってくるか。その後おにぎりをサイラスに渡してあげた。まさか終わりじゃないだろうな。おおおおおい、ふざけんなあいつ、時間返せよ。時間は有限なんやぞ。ようこそ法律研究。はいはい、誰とどこに行こうかな。せっかくだし好感度を上げたい人を連れて行きたい。ということはだ、バージルだ。あー、ロレンツも捨てがたいけどな。ロレンツそうか、バージルか、どっちにしよっかな。そっか、バージルだな。お待たせしました。おう、行こうぜ。大陸の視察に行きたいのですね。いいですよ、同行します。ありがとう、バージル。では大陸につながる道を開きます。ご自身の目でしっかりと見てきてください。はい、行ってきます。いざ鎌倉。さあ、ミスティックキャナルだけ行ったことないんだっけ。ファンタジーパークと、あの、あれだよね、前行ったのがハウステンボスみたいなとこだよね。とりあえず買い物をするとして、気の済むまでどうぞ。ありがとう。まあ、プレゼントって正直あんまり上がらないんだよな。オレンジスカッシュって確かゼノの好物だよね。たまには飲み物も買うか。飲むと優しく美しくなれそうな優しい味わい。これはきっとあれだよね、フェリックスゼノ、果汁たっぷりフレッシュな一品。でも多分合う人と合わない人がいるんだよね。グリーンティーあたりはなんか誰だ、ロレンツォとかが好きそうだけどね。あ、これかミントティーでしょ。あのバージェルが好きなのはミントティー。フルーツスムージー、やった、ありがとう。いい品が見つかりましたか。はい、待っててもらってすみません。それじゃあ行きましょう。じゃあ夜の大陸の視察で、ミスティックカナルだけ行ったことないのか。前行ったのが確かプラチナコーストだね。じゃあミスティックカナルにバージルと行こう。じゃあミスティックカナルを視察しましょう。ちょっと遠いから着く頃には夜になりそうですけど。わかりました、行きましょう。あー、なるほど、ハリーポッター感のある街だ。わあ、神秘的な街。初めてのお客さんですね。なんでわかるんだよ。だからミスティックカナルへようこそ。初めてかどうかなんてお前が決めることじゃないやろ。ここは闇と水と地の力でできた霧の運河街。霧の運河街、あー、なんだっけ、ロンドンかどっかがこんな感じなんだっけ。水族館や光と音のホログラム、フラワーミュージックやお食事などを楽しむことができますよ。どうぞごゆっくり。
この町も私が作ったのか。自分の実力を自負していますね。酔いしれているな。やっぱりみんなの嬉しそうな顔を見ていると胸が熱くなる。頑張ってよかったな。ミスティックカナルではジャズ、スープ料理、サスペンスが流行しているようです。だから脈絡がないんだよな。ジャズとサスペンスは一緒に流行らんでしょう。街の影響を受け、バージルの好きな音楽ジャンルが変更されました。へえ。ジャズ好きになるのかな。今からどうしようかな。あ、お魚さんとのイチャイチャ触れ合いタイムですって。行ってみますか。生臭そうですね。いえ、行きますが。いや、言い方よ。確かに生臭そうだけど、うん、バージル大丈夫ですか。めっちゃつまんなさそうだけど大丈夫。タコはお魚さんには含まれないと思うんですよね。まあそうだけど。すみません、完全に意表をつかれてしまいました。タコ嫌いなの。私も飛びかかってくるタコを見たのは初めてです。それ多分タコじゃないよ。タコの形をしているだけだよ。バージルは反射神経がいいからああいう時大変ですね。自然環境下なら問題ないですよ。動物の命を守らねばならない水族館だからやむを得ずああいうことになったんです。まあ、あなたの顔を直撃しなくて何よりでした。めっちゃ機嫌悪いな。手、生臭くなっちゃいましたね。そうですね。はあ、驚きました。つまんなさそう。わ、いつの間にかこんな時間。そろそろ帰りましょうか。飛空都市では数時間でしょうが、タイラーが心配しますから。そうですね。こっちでは何時間ぐらいなんだろう。その時はぜひ誘ってください。本当？めっちゃ嫌そうな顔してたけど。よし、これで一通り行けたね。あとは恋人同士の状態でどこかに行くとそれぞれ CG が撮れるっていう。ね、俺が喋ってんだよ。今回の情報を元にして。さようなら。あれ？死密上がった？バージル。ああ、4しか上がんねえのか。つまんねえな。で、なぜかユエとの死密度が下がるっていうね。バージル。自分のことがよくわからない。俺は、一体彼女に何を望んでるんだ？お前一人になった時、ほんとかわいいな。バージル組組長。今日も水晶の不思議さんに触れてしまった。まあ、血生臭いのだけがたまに傷だけど寝ますか。さあ日曜日だな。バージルとデートするか。青空面談あたり行ってみるか。誰か部屋招いてもいいけどね。誰か来てくんないかな。はい、おはよう。シュリか。シュリも好感度上げたいしどうしようかな。シュリとデートしたことないよね。せっかくだから入ってもらおうか。入ってもらってください。かしこまりました。おはようございます、シュリ。ああ、おはよう。今日は日の曜日だ。どこかへ出かけないか。新鮮だな、シュリとおデートは。賛成受けよう。そうか。それでまあ寮はさすがに無理なんだよね。公園行っちゃうか。ちょっと待ってね。大陸サマリー確認するんで。発展度50、民の心55、45、39、50、55、45、39。うわ、覚えにくいな。50、55、45、39、50、55、45、39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 。青空面談をしたいんだ。45、39。行こう。レッツゴー。45、39。45、39。日の曜日はいつもより雰囲気が明るい気がするな。青空面談、頑張るぞ。行きたいところはあるのか。ぐるっと回ってみるか。青空面談早くして。忘れるから。はい。45、39な。さあ来い。バチ来いだよ。よし、この辺でええか。では、青空面談お願いします。ああ。45、39な。女王候補として真面目に取り組んでいるかを確認させてほしい。50、55ですよ。お前の大陸の発展度は高い。その通りだ。よかった。シュリのこんな顔初めて見たよ。お前が真剣に取り組んでいるのが分かった。ありがとう。正解だったみたい。お前はこの宇宙の女王となるために
ライバルの育成状況を把握している。4539です。聞かせてくれ。レイナの大陸の民の心レベル低いです。ライバルの育成状況も細かく把握している。勝ったな。さすがだな。女王候補としての自覚がしっかり根付いていると言えるだろう。よかった、合ってた。さあバチコイ、少し質問させてくれ。5055ですよ。自分が育成している大陸をどれほど把握しているかについてだ。5055。今お前の大陸の民の心レベルはこれより高いか。高い。その通りだ。ははあ、よかった。楽勝ですね。いや、さすがに楽勝だな。ふう、今日はこの辺で終わりかな。面談ありがとうございました。お前の実力見届けたぞ。恐縮です。まだこんな時間か。少し歩いて帰ろう。そうですね。なんかこの人とカフェとか面白いからカフェ行こう。よし、今日はこっち行こう。ねほりはほり聞いてやろう。シュリタンって恋愛イベント話をしていく。一回も怒ってないもんね。いいですね。それで何を話す？寝ながら鍛錬。寝ながら鍛錬。前に寝ながら筋肉を鍛える方法について聞いたと思うんですけど、何かいい方法ありましたか？結論から言うと、なかった。まあないだろうね。ロレンツォからは、そんな方法はないと一生に伏された。なんなら死にそうだもんね。なんかそんな方法があるとしたら。だから、もしお前が本気で体を鍛えたいなら、俺がトレーニングをつけてやるしかない。ムキムキにする気か？厳しい戦いになる。だが、お前が本気でついてくるつもりなら、いや俺も、いやいや、激しくめんどくさい。なんだ？そこまでは考えてないので大丈夫です。いろいろ検討してくれてありがとうございました。そうか。わかった。ちょっとがっかりしてるだろ、今、シュリー。真面目な人なんだな。真面目すぎるね、ちょっと。それから?助けた子供。この間、公園でシュリに助けられたって子に会いました。公園で？ああ、あの迷子か。親とはぐれて泣いていたから、肩車をして泣き止ませ、親を探しに行っただけだ。意外な一面。誰でもすることだろう。助けたなんて、大げさだ。しないよ。子供が好きなのかな？それから本気の勝負。シュリとバージルが本気で戦ったらどっちが勝つだろうって気にしてた人がいたんですが、そんなやついたっけ？バージルだろうな。ああ、そうなんだ。そうなんですか？一目見ただけでわかる。あいつは強い。何かあったとしても気軽に手を出せる相手じゃない。シュリの兄貴でもバージルの組長はバージルの頭は怖いんすか？そうなんですか？悪い、長く話しすぎた。いや、楽しかったよ。もう行くか。いや、新鮮だったな。はい。なかなかシュリと絡むことなかったからな。いや、バージルとも公園デートしたいな。もう少し歩こう。わかりました。バージルの話もちょっとじっくり聞きたいな。鼻のいい香りがしますね。ああ、積んで帰るか。香りを持って帰れる。チューリップなんて持って帰ったって仕方ないでしょう。でもここにあるのが綺麗なので大丈夫です。香りを楽しみたくなったらここに来て楽しみます。そうか。まだ時間は平気か。ドキドキするな。わかりました。なんだろう、初めての男。あ、すごい、解析料理のお弁当ですって。一緒に買いに行きましょうよ。頼むから解析料理を。そんなファンタシー、なんだろう、ファンシーなワゴンで恨んでほしいんやけど。ああ、解析料理っていうのは石でも入ってる。外国人だな。どうしてですか？懐かしい石の料理という意味だろう。じゃあお前石食うのか、日常的に。違いますね。そうか、なら安心して食べられそうだ。誤解が解けてよかったな。あ、でも実際解析ってどういう意味なんだろう。まだ時間は平気か。もう少し歩こう。石が入ってないことだけは俺でもわかるんだけど。わかりました。
わ、風船だ。どこまで飛んでいくんでしょう。行けて上空までだな。何が、何だ他の星へも風船に捕まって飛んでいけたらいいんだ。そんなロマンチックなこと言うの、シュリ。それは楽しそうですね。童話の挿絵みたいです。お前実はめっちゃ可愛いぬいぐるみとか好きやろ。もう少し歩こう。シュリのなんかプライベートスペース見てみたいな。カーテンガッて開けたらめっちゃ可愛いぬいぐるみがたくさん置いてあったりしそうやな。見るな、そこは。静かだな。少しいいか。モフモフなものとか好きそうだな。女王試験のために用意された特別な町だ。はいはい。女王が決まれば俺たち守護星と女王は中央星オールにある聖地に帰ることに。そうなんだ。つまりここで過ごすのは限られた時間ってことだ。悔いのないように過ごしてくれ。まあお前なら何も心配はいらないだろうな。はい。じゃ、そろそろ帰るか。はい、悪くない時間だったよ、シュリ。いや、これシュリのイベントとかも楽しみだな。あと少しと思わないでもないが、寮に送るまでの道すがら、もう少し一緒にいてくれ。喜んでだよ。いや、可愛い男だよ、シュリは。ちょっとドキドキするな。もう着いてしまったな。今日は一日ありがとう。いい日だった。こういうお礼とかもちゃんと言える人なんだね。結構誤解してたかも。試すような質問をいろいろとしたが悪かったな。よければまた一緒に過ごしてくれ。根は優しい人なんだ。結構マジで血しか浴びてこなかったんかと思ってたわ、この人のこと。ありがとうございます、シュリ。それじゃあまた。いや、さすがにアクセサリーはくれないか。好感度足りてないもんね、絶対。今日は楽しかったな。一緒に行ってよかった。まだたくさん話せるといいな。さあ部屋に帰ろう。まだ体力はあるんですよ。まだ体力はあるんだけど、どうしようかな。一応アイテム使っといて。誰か家に招くか。エナジードリンクの試供版を飲んで、で、せっかくだしね、バージルあたり部屋に連れ込んでみるか。もう好感度足りてるんじゃないかな。ちょうどバージルの飲み物買ったしね。なぜかバージル、ああ、タイライベントか。一応見るか。久しぶりだね、タイライベント。今日も入れるみたい。おーい、タイラくん。またお前か。お前って言うな。何しに来たの。殺すぞ。なんていうか、空いてたから入ってきちゃったというか。あっそ。悪いけど俺は仕事中だから、邪魔しないで。干潮しようぜ。あのさ、タイラくんはもし宇宙が上がったらどうするの。今の話聞いてた。今の一言言われた後にすぐ話しかけるのやべえよ。変わるって。カターンやめろ。新潮宇宙に統合されたらって話。そしたらそこで頑張るよ。別の宇宙だからどうこうって考えたことはない。俺は王立研究員の仕事を通じて人の生活を守りたいんだ。それが多分どうしちゃった。人の役に立つのが好きで向いてるんだと思う。向いてる仕事か。平君は私は女王に向いてると思う。わからない。カタン。でも宇宙医師が選んだのならなんかあるんじゃないか。まあ頑張れよとしか言えないかな。その格でやめて。そっか、ごめんね、邪魔して。そろそろ行くよ。ああ、お疲れ。向いてる仕事か。私も見つけられるかな。でもどうやって。じゃあ聖殿に行って。あ、バージルいるやん。一応セーブしてバージルを部屋に連れ込もう。ちょっと組長の機嫌取っていかないとね。飛空都市で あなたも来たのね。行きづらくなっちゃうからね。私はこれでおいとまするわ。失礼いたします。お前振られただろ。こんにちは。ザーマー。今日は日の曜日ですね。他に要件があれば伺います。ザーマーだな。とりあえずプレゼントで小説セットか。じゃあデートに誘って
って私の部屋に来ませんか。あなたの部屋ですか。そうですね。よし。あなたに興味があるからというのは訪問の十分な理由になりそうだ。あいつ振られたのに。よかった、じゃあ行きましょう。ざまあ見ろ。そういえば何か飲み物を出せるのだった。出す出す。なんだっけ、ミントティーだ。ミントティーどうぞ。好きでしょう。はい、どうぞ。ミントティーですね。ありがとうございます。とてもいい香りだ。わざわざミントティーって言ったってことはこれは好物なんじゃない。12上がる。2人で訪れた場所で買ったものを2人で飲めるとは。今日は特別な時間になりそうですね。よかった、喜んでるみたい。覚えてたんだ。え、ドキッとするそういうの。そうだよね、バージルと視察に行った時に買ったものだもんね。どう過ごしましょうか。さらに上がった。え、20、もうすでに23上がったんだけど。一緒に過ごしたいです。ボードゲーム、ダーツとか得意でしょ絶対。ネットショッピングをする。あー、これどれも見たいな。ボードゲームとかもしてみたいけど、まあダーツだよね。ダーツをしませんか。てかお前の部屋何でもあるな。もしかしてわざわざ用意してくれたんですか。嬉しいですね。やりましょう。軽い運動にもなりますし楽しめましたね。事後かよ。集中して投げているその瞬間は神経が研ぎ澄まされる気がしてとても好きなんです。いやダーツ相当似合うよ。ぜひまた付き合ってください。バジルの頭。はい、ぜひ。お疲れ様でした。これくらいにしましょうか。わかりました。今日はなんだかもう少し一緒に過ごしたい気分だな。そうだ、え、なんかできるの。おかわりいりますか。もう少しお話したいなって。いただきます。あ、そういうのもあるんだ。あなたにそう言われて断れる僕年人がいたら見てみたいですね。好感度高すぎるだろう。よかった。どう過ごしましょうか。おお、すげえ。え、もうこれ好感度吹っ切るんじゃないか。一緒に過ごしたい。コントをする。あー、セーブしときゃよかった。いや、絵心も見たいけどな。いや、コントだよなこれ。コントをしましょう。見てるだけでもいいですか。なんでだよ、乗ってこいよ。一人でコントって辛すぎるやろ。つら。すみません、オチはどこですか。首吊ろうかな。今笑うところだったんですけど。そうですか。ってなんでやねん。そういう決まり文句があると聞いたんですが、使いどころを間違えましたか。いや、完璧ですよ、パーフェクト。いえ、多分合ってると思います。バージルのツッコミを見てしまった。いや、なかなか見れないよこんなの。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。そう、業務的にならなくてもいいやん。わかりました。遅くまでお付き合いありがとうございました。失礼しますね。いや、バージルのいい面を見たな。バージルのなんでやねん、いただきました。ふう、楽しかったな。いや、楽しかったな。おい、どんぐらい上がったの。あ、でも5か。え、5? あれが良くなかったのかな。ツッコミが良くなかったのかな。まあでもそれでも30近く上がってんだもんね。ちょっとバージル。シュリでもいいな。どっち見ようかな。たまにはシュリ見るか。せっかく来てくれたしね。あいつに会いたい。こんなことを俺が思うなんて。筒抜けですよ。いや、可愛いな、みんな。みんな可愛いな。寝よう。セーブしてな。一応セーブしとこう。ね、寝ましょう。いや、楽しい一日だったよ。なぜかカナダの親密度下がるし。かまわんかまわん。それぐらいかまわんさ。おはようございます。誰か来そうだな。ああ、来なかった。よし、じゃあもう1、2イベントぐらい見たいところではあるよね。なんか来い。さあ来い。ない。イベント、おー、シュリーだ。恋愛イベントかな。行ってみるか。おー、恋愛イベント2だ。またお前か。またお前かって、そんな。仕事の前に聞きたいことがある。何ですか？以前、女王試験が始まる前に、
俺が宇宙に力を送った話を覚えているか。覚えてねえな。微塵も覚えてねえよ。俺は自力で炎の力を送ってみたが、なぜか変化はなく、力はすべて無産した。自分がサクリアを失ったのかと心配になるほどの出来事だった。くそ、いまいましい思い出だ。俺興味なさすぎて覚えてなかったわ。はい、覚えてます。お前はなぜあんなことになったのか理解できるか。女王候補ならば意見を言えるだろう。思いやりとかが足りなかったんじゃないの。力が足りなかったのかも。望みの量の問題かも。ああ、まあまあまあ、望みの量の問題だよね。だもう十分なのに炎の力ばっか送ってこられても困るよっていう話だよ。それぐらい自分で考えろ。望みの量の問題かもしれません。望みの量。はい、最初に育成のことを教わったとき、望みの量が一定に達するとその土地はもう力を受け取れないと言われました。それは知ってる。だからこそあの時も王立研究員のデータを見てやったはずだが、くそ、結局のところ女王がいなければ無意味なのか。そんなカリカリしないでよ。 BGM も怖いんだよ。宇宙意志を正確に汲み取れるのは女王だけだからな。シリは女王がいない方がいいと思ってるんですか。ああ。なぜそう思う。怖い。なんとなく口調からただの勘です。なんとなく口調から、なんとなくシュリの口調からです。俺はそんなにいまいましさを表に出していたか。まさかお前が気がつくとはな。いや、相当出てるよ。女王に不信を持っているという意味じゃない。ただ先代の女王もその前も倒れるたびに次を決めるまでの騒動があり、それに合わせて宇宙が乱れ。ああ、それはそうかもね。女王不在のままで済むなら、守護星だけで宇宙が回るなら、その方がいいんじゃないかと思う。正直自分から見ると女王の仕事の何がそんなに重いのかわからないんだ、なんてことを俺は今初めて人に話した。不敬罪だな、誰にも言うな。なんで私が口止めされなきゃいけないんだよ。不敬罪かどうかは私が決めろ。なぜ話したんですか。まあ黙ってます。一応セーブしとくか。黙ってますでいいのかな。黙ってます。黙ってますけど、シュリはものすごく責任感が強いんですね。宇宙を安定させることをそこまで強く願ってるなんてびっくりしました。責任感か。そんなものじゃない。だがいつまでここにいるかわからない人間には関係のない話だ。もう仕事に戻ろう。話の腰を折って悪かった。いや、いいよ別に。いえ、それじゃあ、まあ君に用はないんだけどね。そうか。シリはどんな風に変わっていくんだろうな。優しくなんのかな。今んとこ公園以外では威圧しかされてないんだけどな。あ、旦那にイベントが発生してるな。旦那のとこに行こう。恋愛メイト4、気持ちいい風、ここに来ると落ち着くな。もうちょっと一緒にいましょう。ここでなら誰にも邪魔されないわ。おっと、カップルがいたんだ。帰らないだよね。帰らない。邪魔にならないように隠れていいよ。でもいつまでこうしていれば。うわぁ、正気か。寝たの。こんなところでうたた寝ですか。ドキリ。バジル。いえ、寝てませんよ。もしそうだとしても寝てるように見えるくらい油断していたと思いますよ。あなたは前向きでのどやかで、そういうところが魅力だと思いますが、時と場合を考えるのも必要ではないでしょうか。厳しい。今後は気をつけます。怒られるところですか。素直にごめんなさいがいいのかな。ごめんなさい。
ごめんなさい。そんな泣きそうな顔をしなくても謝ってほしいわけではありません。でもそれも俺がきつい言い方をしたせいですね。正解かな。すみませんでした。普段ならこんな会話も謝罪も俺はしないんですが、どうもあなたには弱いみたいだ。かわいいな頭。誤解のないように言っておきますが、俺は別に怒ってるわけではないんです。いやだってあなた本当に怒ってたら命ないでしょ。私出会った当初からあなたに対する印象は悪いわけではなく、むしろ、いや何を言ってるんだか。何なんだこの人。その話は今は関係なかった。忘れてください。かわいい頭。かわいいよ。はあ、よくわからないけど、まあ心配してくれてるんだろうな。なんでよくわからないんだよ。別れ。話せば話すほど自分の苛立ちの正体が見えてきました。情けないことにこれはただの八つ当たりみたいなもののようです。何の？スルーしていいですか？どういう意味ですか？申し訳ありません。いや、どういう意味かを聞いてるんですか？深く突っ込まれたくないのでとりあえず謝ったんです。とりあえずって？突然いらぬ説教をしてすみませんでした。頭を冷やします。ん？なんかしのぎがうまくいかなかったのかな。では失礼。あ、帰っちゃった。あ、バジル行っちゃった。何だったんだろう。恋愛段階。あ、よかった、更新されたか。焦った。あ、上がってるね。よし、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。次回ちょっとまたシュリとかバージルあたりを重点的に行きたいところではあるね。ということでありがとうございました。またよろしくお願いします。またね。